はいどうも、芸能事務所の社長をやってます MJ と申します。今回は芸能界はぶっちゃけどの年齢が有利なのかというお話をしたいと思います。この動画を見てる方、私これから芸能界始めたいんだけれども今からじゃ遅いんじゃないかなとか思ってる方いるんじゃないでしょうか。具体的にですね、今日は解説したいんですけれども、実は年齢ってその世代によって有利な仕事があったり不利な仕事があったり、はたまた事務所入りやすい事務所入りづらいみたいなのがあったりするんですね。で、私無理なんじゃないかなって思っても、実はじゃあ事務所入るのは不利でも、でも仕事を取るのは有利みたいな、そういうメリットとデメリットみたいな感じで、何かしらその年齢に合った仕事とか年齢に合った有利なものっていうのが絶対にあるんです。だから芸能界はどんな世代でも実際には活躍できますということで、今回は、0代から10代、10代から20代、20代から30代、30代から40代、そして40代以降で、もう、どの年代が何の仕事が有利なのかっていうところを深掘りして解説していくので、よかったら最後まで動画を見てください。で、本題に入る前にですね、今度ですね、MJ の誕生日会兼芸能交流会を開催しますよっていう告知だけちょっとさせていただきます。これですね、9月20日、20日、18時からなんですけれども、これ東京都の目白、山手線圏内の、池袋の隣ですね。で、芸能交流会開催します。一応、この時はね、200人ぐらい呼ぶ予定です。はい。で、芸能交流会どんな方が来るのって気になってる方多いと思うんですけれども、まぁ、MJ 結構ね、2ヶ月に一遍ぐらい開催してるんですけど、結構ね、結構大手の芸能事務所のマネージャーさんが来ることもあれば、まぁ、映画監督さんとか、はたまたキャスティング会社の社長さんとか広告代理店の方とか、そういった方が来ます。で、今回も仮面ライダーとか輩出してるような事務所のマネージャーさんであったり、はたまた 2.5 次元の舞台の社長さんであったり、結構すごいこの人みたいな人脈来ます。はい、大手の人のマネージャーさんとかにも声かけてます。で、実際に交流会来て大手の面接行きましたって方もいるし、事務所決まりましたって子もいたりします。なので結構ね、その人脈ないよとか、あとは MJ もいるんですか、 MJ もいるところか、 MJ 誕生日なんで、MJ と交流したいよみたいな方はぜひ来てくださいって感じですね。参加したい方は概要欄の LINE から応募してください。はい、皆さんの参加お待ちしてます。ということで本題入っていきたいと思います。芸能界、じゃ、まずは0歳から 10代は、どう有利なのか、どこが不利なのかみたいなところをお話ししていきます。はい。まあ、子役ですね。子役はぶっちゃけですね、すぐに有利には働かないです。例えば、子役から、じゃ事務所入ってすぐに仕事もらえるかっていうと、なかなか難しいです。ただ、何がいいかっていうと、その、0歳から10代とか、まあ、小学生とかの間に、経験しておくことっていうのが、まず資産になります。はい。まあ、なんで、もし親御さんが見てたら、息子娘に芸能やらせようかなって思ったら、これはもう、絶対やらせた方がいいです。0歳から10歳絶対やらせた方がいいです。ハキハキ喋れるようになるし、まあ、習い事としてできますもんね。はい。で、それが、後々、例えばじゃあ、就職の時の面接とかに生きてきたりするんですよ。後々。だから芸能関係ないところでも、まあ、子役のうちに芸能やらせとくと、人前で緊張しなくなったり、喋りが上手くなったりで、マジで有利だと、MJ は思ってます。はい。で、芸能活動で言うと、正直0歳から 10代は、難しいっちゃ難しいです。で、もし事務所入るなら、子役専門事務所に入るっていうのがマジでおすすめです。はい。ただ、その0歳から10代は、すぐに仕事もらわなくていいんで、その、ちょっと、なんだろう、事務所入って、仕事があったらこなしてみたいな感じで、芸歴を作っておけるっていうのが一番いいんですよね。子役のうちに芸歴作っておいて、それが、じゃ高校生、16歳になりましたとか、20歳になりましたって時にめっちゃ有利に働くんですよ。例えばじゃあオーディションで、じゃ高校生が2人来ました。一人は、あ、僕実は子役からやってます。経歴50個ありますってこと、あ、高校生になってから芸能活動始めましたっていう子がいた時に、やっぱり受かりやすいのは、昔からやってる芸歴が多い子なんですよね。なので、まあ、0歳から10代とか子役のうちに芸能活動やってると、もう、恩恵めちゃくちゃあります。芸能活動やめたとしても、就活とか有利になるし、芸能活動やってれば、ライバルと差がつけられる。だから、マジで、親御さんやらせようかなと思ったらやらせた方がいいです。はい。で、もしね、事務所選び迷ってるなみたいな方いたら、MJ 個別でコンサルとかもやってるので、まあ概要欄の LINE からご相談いただければなというような感じです。はい。続いて10代から20代ですね。まあ中学生とか高校生とか。はい。で、大手芸能事務所入りたいと思ってる方いたら、10代から20代。まあ特に高校生までです。
大手事務所入ろうと思ったら高校生までがマジ最後のチャンスだと思ってください。高校3年生でギリギリっていう感じですね。はい。で、事務所入る上では10代から20代っていうのは一番入りやすい、その大手とか特にいい事務所を狙いたいのであれば、そういったところは10代20代有利。一方不利な部分としては事務所に所属した後に仕事が少ないです。まあ、なんでかっていうと、実は今高校生役とかって20代の子がやってるんですよ。まあ労働基準法とかそういった話で、これ昔ね、10年前って20年前とかすごい昔だったら、中学校3年生が深夜の3時までテレビの CM の撮影するみたいなのが当たり前の業界だったんですけど、さすがに法律が整備されてきたのか、今絶対そんなことできないんですよ。だから、労働基準法があるので、高校生って撮影に参加できるのが夜9時までとかだったりするんですよ。でも実際、CM とか、まあ、ドラマとか映画とかの撮影行くと、てっぺん超えるんですよ。てっぺん超えるっていうのは深夜の24時超えるんですよ。1時とか2時とかでタクシーチケットっていうのがあって、タクシーに乗って家に帰るみたいな、そういうのがいっぱいあるんですよ。そういう現場が今芸能界ってって時にだ、じゃあ、今日の撮影ちょっとてっぺん超えそうだなみたいな、1時までかかりそうだなって時に高校生使えないじゃないですか。だから20代で若く見える高校生役に見える子を使ったりするんですよ。ちなみに MJ 今29で、誕生日になったら30になるんですけど、多分 MJ が制服着たら高校生役いけるんですよ。まぁ、ちょっと髪型変えてるから大学生役っぽいかなとは思うんですけれども、黒髪で学ラン着たらマジで高校生いけるんですよね、MJ。みたいな感じで20代で若く見える子が高校生役をやるっていう現状があるので、高校生マジ少ないです。リアル高校生募集の案件が結構減ってます。なのでちょっと事務所に所属した後に仕事つながりづらいっていうのはデメリットです。ただ大手事務所は狙いやすいです。だから大手入って、まあ大手からもらえる仕事をこなして、まあ18歳とか超えたらいろんな仕事をしていけるのかな、みたいな感じです。で、もし高校生この動画見てたら、高校生で芸能活動成功したかったら、二択しかないです。大手事務所にスカウトで入るか、もしくは京スキを狙う。今この2パターンしか正直高校生で有名になる方法ないです。TikTok とかをこうコツコツやってるとスカウトされるので、大手事務所にスカウトされます。スターダストプロモーションさんとか入ってる。ただ、大手入ったとしても、埋もれるんですよね、結局。スカウトで入っても。スターダストプロモーションって1000人とかいるんで。で、京スキは本当におすすめなのが、やっぱ超人気なんですよ、京スキって。で、京スキ出ただけでフォロワーがバーって10万人とか言ったりするんですよ。すると、人気タレントになるんで、仕事めっちゃ来るんですよ。てか、マネージャーが売り込みやすいんですよ。うちのこの子、高校生、京スキ出てるんですけど、めちゃくちゃフォロワーいます。めちゃくちゃ人気です。使いませんかみたいな。営業がかけやすいです。なので、もし10代から20代の方見てたら、まあ、大手事務所狙うなら今だよって話と、高校生だったら京スキ絶対出た方がいいです。はい。っていうお話でした。じゃ続いて20代から30代。ちょっと今、解説していきたいんですけどね。ちょっと喉がカラカラになっちゃうんで、飲み物を飲みながらやろうと思います。美味しい。MJ ちょっとね、風邪明けたばっかりなんで、喉の調子がまだ良くなくてですね。はい。ガラガラ、ちょっと喉がガラガラで声聞き取りづらかったらごめんなさいって感じなんですけれども、ちょっとじゃあ20代から解説していきます。20代から30代。大手事務所に入るのはもう難しいです。正直。もし20代から30代で大手事務所入ると思ったら、まあ、22までで TikTok でスカウトされる以外の道がない。もしくはめちゃくちゃビジュアルが良かったら原宿とか歩いてたらスカウトされることあるんですけど、オーディション行ったら絶対落ちます。無理です。21とか22でもオーディション行っても大手入れないです。わかりやすいように比較ですね、その16歳と21歳、どっちが大手入りやすいかって言ったら16歳です。だって伸びしろが多いじゃん。5年も若いわけだから、今から育てて、じゃあ5年後に21歳で芸歴5年あるんですよ。芸歴0の21歳どっちが売り込みやすいかって話ですよ。だからやっぱ若い子が有利なんです。大手事務所に入ろうってなったら。はい。なんでもし大手めっちゃ入りたいって思ったら絶対オーディションでは入らないでください。なぜならばぼったくられて終わるからです。年間80万払わせる、されるとか、年間60万払わされるとか、所属費だけで40万取られるとか、レッスン費月3万以上ぼったくりとか、そういうことしかないんで、20代から30代大手事務所はマジでおすすめしなくて、で、入りたいならスカウトで入ってくださいって感じです。で、おすすめはまあ、中堅事務所です。もちろん大手行ける子はスカウトで入ってください。ただそれが無理な子の方が絶対多いんで、9
99% は大手入れないんで、だったら中堅事務所に入った方がいいです。で、中堅事務所に入ったら、正直20代は仕事は選ばなければめちゃくちゃあります。はい。まあ、さっきも言ったように高校生役を20代がやってるっていう現状もあるし、20代って一番その、募集は多いです。ただライバルもちょっと多いんで、ある程度ビジュアルはいいとか、潜在写真がいいとか、芸歴が自分の年齢と同じ数だけあるとか、そういった制約というか、必要なものはあるんですけれども、仕事としてはちゃんとあります。はい。で、仕事取れないとしたら、それは自分の実力不足か、事務所がめちゃくちゃ悪いかの二択です。はい。なので、もし20代から30代の方が見てたら、これ大事ですね。仕事はあるよ。ただ、中堅事務所に入らないと多分仕事来ないよ、みたいな感じですかね。はい。ちなみに、中堅事務所ってなんかマイナスなイメージを抱く人がたまにいるんですけど、今田美桜ちゃんなんかもろそうですからね。今田美桜ちゃん超有名ですけど、コンテンツ3っていう芸能事務所で、超大手ではないじゃないですか。聞いたことないよっていう。じゃあ、スターダストプロモーション聞いたことある、ホリプロ聞いたことある、コンテンツ3どこですかそこっていう方が多分いらっしゃいますよね。でも今田美桜ちゃんはそういう事務所に入っても、まあ、中堅事務所のトップになって社長さんから売り込んでもらえて今の地位があるわけなんで、絶対にその大手で1000人とかいる中で埋もれるよりは中堅事務所のトップになって仕事めっちゃもらった方が絶対いいので、20代から30代の方は中堅事務所が MJ おすすめです。続いて30代から40代、今度30代から40代になってくると、ビジュアルがいいと仕事決まりやすい子が今、方がちょいちょいいますね。ビジュアル良ければ、広告系の仕事とか、あと CM、企業の CM とかは、実はちょいちょいあります。それは、お母さん役とかです。なんか綺麗な30代の女性が、お母さん役として出てて、まあ子供と一緒に、企業の CM とかやるとか。そういうのはめちゃくちゃある。っていう感じですね。まあなので、30代から40代はなんかコツコツ芝居磨くとかよりも、正直ビジュアルいい方、綺麗な方とか、あとはちょっとその、イケメンというかダンディーな男性が会社員役やるとか、だと仕事通りやすいです。広告系、CM 系はすごい通りやすいのかなというふうに思います。一方、事務所選びがちょっと難しいです。もう、さっき言ったように大手事務所は20代超えると難しいんで、じゃあどこの事務所入ればいいのってところですごい難しい。パターンがあるんですけれども、大体 MJ が見てて仕事と取れてる方は、もうなんだろう、10代から20代とかもうずっと芸能活動やってて30代はフリーでやってるっていう方か、中堅事務所に入って、まあお仕事してる方っていうのが多いんじゃないかなという感じです。30代以上で綺麗な方とか、すごい、ダンディーな、まあイケメンな方がいたら、まあ MJ の事務所入っていただければ、MJ の事務所はその世代のオーディションとかお仕事は結構回ってるのでおすすめかなっていうような感じですね。はい。ラスト40代以上。まあ、40代以上はまあさっきも言った理由で、まあ、中堅事務所一択です。まあ、ちっちゃい事務所でもなしではないかなっていう感じです。はい。で、40代以上は、実は、その、ライバルが減るんですよね。その、例えば、20代とか10代とかって、芸能界目指したいよって人がめちゃくちゃいるんですけれども、でも40代になってくるとさすがにもうやめてるんですよ。諦めてるんですよ。だから一気に減るんですね。なので、ライバルが減るので、実は、その仕事が取りやすいです。じゃあどうやったら仕事取りやすいかっていうと、40代以上で芝居がちゃんとできる方は、仕事取りやすいです。あとね、さっき言い忘れたんですけど、0歳から10歳、子役と40代以上はお芝居がしっかりできると、仕事取りやすいです。なぜならばやっぱライバルが少ないし、できる方が少ないんで、そこでしっかりとお芝居ができるとか、しっかり経歴があるとかだと、なんか変な事務所入らないで、ちゃんとお仕事がある事務所に入れば、お仕事は取れますよっていう、そういった感じですね。はい。それと40代以上は、経営者やってますとか、個人事業主やってますとか、なんか会社員よりも、何か自分で事業をやってる方がめちゃくちゃ実は有利です。これなんでかっていうと、時間の融通が効きやすいっていうのと、ブランディングとして使いやすいってことですね。例えばじゃあなんか自分で会社経営してますよっていう40代は、社長の役がめちゃくちゃ似合うわけですよ。はたまた、じゃあ40代で飲食店経営してますよって方は、じゃあ飲食店の店長の役とか料理人の役とかがめちゃくちゃ似合うわけですよね。ちょっとごめんなさい、喉の調子がまだ良くなくて。ということなので、何か会社員でずっとやってるよりも、経営者とか個人事業主とかで自分で事業やってるみたいな方の方が、
ブランディングもしやすいし、SNS もやりやすいし、仕事も通りやすいっていうのがあるので、ぜひね、40代の方見てたら、もう私は無理なんじゃないかなと思わずに、全然、ライバルは減ってるから、芝居がちゃんとできれば仕事あるんだよっての覚えといて、あと事務所選びだけね、気をつけてください。っていう感じですかね。はい。ということで今日の動画は以上にしたいと思います。ここまでご清聴いただきありがとうございました。で、この後一応おまけパート撮ってて、全世代共通してこれが大事だよっていうのを最後にちょっと言って終わりたいと思います。MJ の、この YouTube はですね、ちょっとまた定期的に YouTube 更新していこうかなって思ってて、芸能界の攻略情報であったり、あとはオーディションの情報、まあ、MJ の事務所のオーディションであったり、MJ 自身が CM とかドラマのキャスティングを今、任させてもらってるんですね。で、もしそのキャストの募集とかあったら YouTube とか TikTok で募集をすることがあるので、そういったなんか案件に興味があるとか、はたまた人脈作りたくて交流会に興味があるみたいな方は、チャンネル登録していただければ、そういう情報がすぐにキャッチできるので、すごいおすすめです。今はね、20代の女の子向けで、ショートドラマの主役、メインキャスト募集してます。これちなみに、クライアントが超大手企業、上場してる、すっごい、もう絶対みんな知ってる、みたいな企業さんがクライアントなんで、めちゃくちゃ有名になれます。すごいチャンスな、オーディションなので、ぜひ参加していただければな、なんて思ってます。ということで皆さん、チャンネル登録とあとコメントください。あと、相談とかも載ってるので、無料相談、興味ある方は、概要欄のリンクから。それと交流会の申し込みも概要欄のリンクからお願いします。じゃあおまけですね。全世代共通で SNS やってくださいっていうのをおまけで言って終わると思います。正直ね、フォロワーが増えれば仕事舞い込むんですよ。で、逆にフォロワーがいない人とか何もやってない人ってエキストラしかできない。まあもちろん技術がめちゃくちゃあったら別ですけれども、やっぱエキストラとかをやらざるを得なくなる。しかしここで SNS をしっかりやっていく。いるとか、フォロワーがいるとか、いいコンテンツを持ってるっていう場合は、それだけで仕事が舞い込むので、やってない人と差別化が図れるので、ぜひね、今日の動画見た方で、お仕事をもっとやっていきたいなって思った方は SNS やるのがおすすめです。ということで、今日の動画は以上です。ここまでご清聴いただきありがとうございました。バイバイ。